ただいまから神奈川県議会ウクライナ民族楽器バンドゥーラ演奏会を行います。はじめに本日演奏していただくカティーナさんにご入場いただきます。皆様拍手でお迎えください。ここでカテリーナさんのご紹介をさせていただきます。カテリーナさんはウクライナブリチャピ生まれで、生後30日の時にチェルノブイリ原発事故に被災され、6歳の時に原発事故に被災した子どもたちで構成された音楽団チェルボナカリーナに入団されました。19歳の時に音楽活動の拠点を日本に移し、現在日本に2人しかいないバンドゥーラ奏者の一人として国内外のさまざまなコンサートで講演活動をされ、メディアにも多数出演されております。またロシアのウクライナ侵攻後は首都キーウに暮らしておられましたお母様のマリア様も日本に避難されております。本日はそのお母様も傍聴席の最前ですからこの演奏会をご覧いただいておりますので、ご紹介させていただきます。また本日傍聴席にはウクライナから本県に避難されてきた方々にもご来場いただいております。合わせてご紹介させていただきます。なおこの演奏会の模様は YouTube にて配信されております。それでは演奏に先立ち、式田博明議長からご挨拶がございます。皆様こんにちは。改めまして神奈川県議会議長の式田博明でございます。今日はウクライナご出身のカテリーナさんをお迎えをし、神奈川県議会ウクライナ民族楽器バンドゥーラ演奏会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。カテリーナさん、そして傍聴席からご覧をいただいておりますお母様のマリアさん、そして県内に避難をされておられる方々、また支援者の皆様方、改めましてようこそ神奈川県議会にお越しをいただきました。本日の演奏会の開催にあたり、快くお引き受けをいただき、誠にありがとうございます。県議会を代表し、心から感謝を申し上げたいと思います。私は去る3月7日、この場において、戦火により愛する人を失い悲嘆に暮れている人々、戦乱の恐怖に怯え逃げ惑う子どもたち、自らの国を守るために勇敢に立ち向かっている人たち、ふるさとを追われ困難な生活を余儀なくされている人々、異国の地で祖国の行く末を案じている人々をはじめ、すべてのウクライナ国民の心に寄り添いつつ、提出者15名を代表し、ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議の提案説明を行いました。その際、他人の不幸の上に自分の幸福を築いてはならない、他人の幸福の中にこそ自分の幸福もあるのだ、ロシアの偉大な文豪トルストイのこの言葉にロシアの指導者は謙虚に耳を傾け、自らの愚かさ、そして蛮行を悔い改めるべきと指摘した当時の思いに今も変わりありません。この言葉は8月6日の広島平和宣言でも引用されたところであります。去る2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略からすでに7ヶ月が経過する中、今この瞬間も女性や子どもたちを含む善良な市民の犠牲が増え続けていることに心を痛めています。
現在祖国を離れ我が国に逃れてこられたウクライナ避難民の方々は約1800名に上り、本県にも100名を超える方々が避難されており、戦火の長期化に伴い異国の地での慣れない避難生活も長期化する中、避難民の方々に対する心のケアの重要性が指摘をされています。こうした中、本日神奈川県議会ではこの議場にカテリーナさんをお迎えをし、歌とバンドゥーラの演奏を披露していただき、議員の皆様、そして黒岩知事はじめ県幹部の皆様とともにカテリーナさんの素敵な歌声と民族楽器バンドゥーラの美しい音色をお聞きいただき、今なお戦火に見舞われているウクライナとウクライナ国民に心を寄せ、今般のロシアによるウクライナ侵略がロシア軍の完全撤退により一刻も早く平和的解決が図られることをこの場においでの皆様とともに願っております。なお今日のこの演奏会は、先ほど局長からもお話がありました通り、インターネットでも配信をしご覧をいただくことといたしました。カテリーナさんの歌声とバンドゥーラの調べが避難民の方々の心に届き、安らぎの一助になれば幸いです。結びに本日お越しくださいましたカテリーナさんに改めて心より御礼を申し上げますとともに、この演奏会の開催にあたり深いご理解とご協力をお寄せくださいましたすべてのご関係の皆様に謹んで感謝を申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。続きまして、黒岩祐治知事からご挨拶をいただきます。カテリーナさん、ようこそ神奈川県庁にお越しいただきました。神奈川県知事の黒岩祐治です。本日はウクライナの民族楽器であります。バンドゥーラの演奏をここでしていただけるということで、大変楽しみにしているところであります。さて、本県ではウクライナのオデーサ州と1986年に両国民の友好と世界の平和にそれぞれが寄与するという意思に基づき、両地域の友好交流の発展に関する共同声明に調印し、友好関係を築いております。こうした中、本年2月にロシアによるウクライナ侵攻が始まりました。我々はああいった戦争というのはもう過去のことだとずっと思い込んでいました。それが今毎日毎日ニュースで悲惨な状況が流されてくる。ウクライナの皆さんが本当に戦火に追われている、そういうことを思うだけで胸が張り裂けそうな思いであると同時に、ロシアに対する怒り、我々は禁じ得ることはできません。ウクライナの皆さんに対するこの思い、我々は共通しているところであります。そんな中で我々一体何ができるのか、ずっと問いかけてきました。侵攻が始まってすぐに我々が決断したのは、きっとウクライナの皆さんの中でこの神奈川にも来られる方がいらっしゃるかもしれない、そんな思いの中で、じゃあ受け入れる用意をしようといったことで、直ちに県庁全体での対策本部を設けて準備をしてまいりました。現在110人の方が来てくださっています。何とかして皆さんの生活を我々は支えるために、これからも全力を尽くしていきたい、そのように思っているところであります。それがこの戦火、もうすでに7ヶ月も経過しました。そしていつ終わるか、まだその出口も見えていません。しかし我々はこのずっとしっかりとこの平和が訪れるまで支え続ける、そういうことがとっても大事だと
そんな中で今日この議場で演奏会をしてくださるということはとっても重要なことだなと思うところであります。私が知事になって11年半この本会議場でこのような演奏会を行われるのは初めてのことであります。この中で発せられるメッセージ極めて重大なメッセージだと思います。こういった機会を作ってくださった式田議長をはじめ県会の皆様に心から感謝申し上げたい、そのように思います。その中で立花さんの素晴らしい演奏を聴きながらみんなでウクライナに一日も早く平和の日が戻ってくることをみんなと共に祈りたい、そんな時間にしたいと思うところであります。ぜひ素晴らしい演奏よろしくお願いします。皆さん誠にありがとうございました。お待たせいたしました。それではこれよりカテリーナさんの演奏に移らせていただきます。それではカテリーナさんよろしくお願いいたします。
待たせしました。皆様こんにちは。カテリーナです。私は16年前にウクライナ・キエフから来ました。現在日本全国でこの大きくて珍しい楽器を使って音楽活動しています。今日は心を込めて歌をお届けしたいと思いますので、最後までお楽しみください。今聴いていただいたのはウクライナの曲で、幸せの通り、幸せの通りがあなたに幸せを運んできてくれるというウクライナの古い曲をお届けしました。昔ウクライナで子守歌として使われた曲です。子守歌として作られた曲ですけれども、今私にとっては叫びのような歌になってしまいました。私の国で今とてもひどい戦争が続いています。お母さんを無事に日本に避難させてあげましたけれども、まだウクライナに私の姉二人、姉の子供たち、他にもたくさんの親戚友達もいます。私の二人のいとこたちも今戦争に出て必死に戦っています。私は日本でこの楽器を使ってもっと多くの皆さんにウクライナどんな国、どんな文化、どんな民族を持っているか音楽を通して紹介したいと思います。次の曲をお届けします。ウクライナの曲で母への道、どうぞお聴きください。Дитинства у далекі світи пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю вона вчила любити. Твоя Oh,
как будь мови, благословенна мамо, твоя любов навчила нас.今聴いていただいたのはウクライナの曲で母への道という曲でした。では大変お待たせいたしました。ここでこの大きくて珍しい楽器のご紹介したいと思います。この楽器初めての方ほとんどかな。はい、ありがとうございます。この楽器はバンドゥーラというウクライナの民族楽器です。弦の数はたくさんに見えますが、なんと65本もあります。で、重さもとても軽そうに見えますが、なんと8キロもあります。だいたい日本の10キロの米袋とほぼ同じ重さです、はい、で、このバンドゥーラはウクライナにしかないウクライナの民族楽器になりますけれども、弦楽器の中で一番弦は多い楽器と言われています。一番近い楽器はピアノになります。これだけ弦はたくさんありますけれども、押さえる弦は一つもありません。全部爪で引っ張って弾いたりします。で、左手でベースを弾きます。押さえるではなく、はい、ピアノと違うところはこの後ろにあるペダルですね。ここにある、その後ろの7本のペダルでいろんな曲に合わせながらキー変えたりします。シャープとかフラットとか少し半音上げたり半音下げたりするペダルです。で、このバンドゥーラは昔ウクライナで目の不自由な男性の方が演奏した楽器です。日本で言うとビーワみたいな感じと言われています。現在日本全国でこの楽器を弾いている奏者は2人しかいないんですけれども、ウクライナではこの楽器作ってる工場も今まで2つしかなかったですけれども、さらに作ってる方も男性の方しか作れないですけれども、残念なことに皆さん今戦争に出ていますので、この楽器作る方もだんだん少なくなってきていますし、もちろん弾いてる方も少なくなってきています。昔ウクライナでだいたい1900
20年、30年、スターリン時代の時にウクライナ全国にこのバンドゥーラを弾いている奏者は300人から400人ほどいらっしゃいました。皆さん楽器弾きながらウクライナの文化を世界に発信したりしましたけれども、当時はスターリン時代でしたので、スターリンにとってはウクライナは世界に発信してほしくなかったです。そうしますと皆さんのためにウクライナ全国ツアーを作りました。ただ電車に乗せられて全然違うところに連れ去られて全員殺されてしまいました。皆さん持ってた300台から400台ほどのバンドゥーラも全て燃やされてしまいました。その次の年、1933年の時にウクライナ全国に代わりにバラライカが販売することになりました。とても残念なことにまた今も同じ状態に近づいてきていますので、私は文化人としてウクライナ文化をもっと日本でもっと世界で広めたらいいなと思っています。次の曲をお届けします。ウクライナでは第二国歌として言われている曲をお届けしたいと思います。ウクライナ、どうぞお聴きください。
白の雪道に春風香る私は懐かしいあの街を思い出す叶えたい夢もあった変わりたい自分もいた今はただ懐かしいI'm not afraid to die.
とうございます。花は咲くという曲をお届けしました。ではとても残念ですけれども、私のソロの時間は最後の曲になってきました。最後の曲は私にとっては特にメッセージ深い曲になりますけれども、先ほどご紹介の中にもありましたけれども、私は生まれたのはチェルノブリ原発事故が起きたところからわずかな 2.5 キロの距離に生まれました。チェルノブリ原発事故が起きた時に私は生後1ヶ月の時でした。で、7歳の時に同じ場所に生まれた子どもたちで音楽団ができて、その音楽団で7歳の時にドイツまで 歌って踊りしに行きました。で、演奏が終わってから、コンサートが終わった後、募金箱を集めたりして、募金を集めて、そのチェルノブリ原発事故のせいで病気と闘っている子どもたちのために送ったりしました。そういう活動を7歳から始めて、10歳の時に初めて日本に来ることができました。10歳の時に初めて日本に来て、本当に一目惚れしました。なんて美しい子に、皆さんも優しくて、そして私が生まれた原発事故が起きたところから遠い国、安全な国、平和な国、いつかこの国で自分のソロ活動ができたらいいな、もし将来子供が生まれたら日本のような安全な平和な国で育ちたいなと夢を持つようになりました。時間経ってから19歳の時に日本に来ることができました。活動もできて、子供も生まれて、夢が叶ったと思ってました。また私の人生の中で2度目の事故が起きてしまいました。それは福島の原発事故。今私の国で戦争が起きています。子供の頃願ってた夢が叶った。音楽をずっとやってて、音楽を通して願ってたからです。これからも世界に平和がありますように、音楽を通して願っていきたい。必ず叶うと信じています。戦争なし、原発事故なし、病気なし、災害なし、ずっと自由で、ずっと安全で、ずっと平和で、ずっと青い空でありますように。私の白
カテリーナさん申し訳ないです。アンコールいかがでしょうか。一曲よろしいでしょうか。皆さんよろしいですか。本当にありがとうございます。もう一曲お届けします。私にとってはもちろんこれからもずっと生まれ育ったウクライナは大好きで第一のふるさとですけれども、日本もすごく大好きで、私にとっては日本は第二ふるさとだと思っています。ふるさとお聞きください。カテリーナさん、ありがとうございました。それではここで神奈川県議会からカテリーナさんに花束を贈呈させていただきます。贈呈者は議会運営委員会加藤元谷委員長でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは結びに曽我部久美子副議長から閉会のご挨拶がございます。よろしくお願いいたします。神奈川県議会副議長の曽我部久美子でございます。カテリーナさん、バンドゥーラの美しい音色とともに
素晴らしい歌をご披露いただきまして本当にありがとうございました。前半はウクライナの豊かな自然と、そしてウクライナを思い起こさせるような素敵な歌声だったと思います。平和と幸せを願うウクライナの方々の気持ちが本当にジーンと伝わってくる曲であったと思います。また後半は私たちの誰もが知っている日本の歌を歌っていただきました。特にアンコールで歌っていただきましたアカペラによりますふるさとは、ウクライナから避難されてきた方々の国を思う気持ちや国に帰りたいという気持ちにつながる歌であったと思います。この演奏会を通して改めて平和を願う気持ちは誰もが同じであること、そのことを痛感いたしました。ロシアによります侵攻に苦しまれていらっしゃるウクライナの方々のことを思いますと胸が痛みますとともに、聴いている誰もの心に響く演奏であったなというふうに感じているところでございます。カテリーヌさん本当にありがとうございました。議場での演奏は今回が初めての試みというふうに伺っております。神奈川県議会ではウクライナ情勢がロシア軍の完全撤退により平和的に解決をし、ウクライナ避難民の方々の一刻も早い祖国に帰ることができること、それを願ってやみません。そのために今私たち一人一人ができること、それをしっかりと実践してまいりたいと思っております。結びにカテリーヌさんのますますのご活躍と、そして本日ご出席をいただいております皆様方のご健勝を心から記念いたしまして閉会のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。天佑さんありがとうございました。カテリーナさんのご退場です。皆さん拍手でお送りください。をもちまして神奈川県議会ウクライナ民族楽器バンドゥーラ演奏会を終了させていただきます。皆様ありがとうございました。